どういう服装が好きなんですか？前はめっちゃしっかりしてた、しっかりしてるっていうか、長ズボンに T シャツみたいなの着てるやつ。最近はもうなんか、なんていうの、ラフな格好ですよ、最近。沖縄だし、アウトドアハンズボンだし。こだわりないんですか？色とか。色は、好きな色とかさ。なんだろう。好きなブランドとかさ。こういうくすみみたいな色好きなんですよ、僕。ああ。くすんだ。松崎さんのご両親は福岡県出身なんですか？全然違います。ルーツはどこにあるんですか？二人とも違います。愛知と広島なんですか？愛知と広島にしたんだ。愛知ってどこら辺なんですか？名古屋の。あ、名古屋の方なの？山陰の方じゃないんだ。名古屋の水尾運動競技場ってあるんですけど、そこら辺の近くですね。あ、じゃあ、ちっちゃい頃よく行ってた。福岡から遠いんで、名古屋の方はあんまり行ってないんです。広島の方はよく行って。広島は行ったんですけど、広島は島なんで。だから、どっち行くかってなったら広島に行ったんです。こういうの意外と、ファンの人たち嬉しくないですか？そうですね、私なんか、へーって感じで。そう、なんか沖縄なんて特にさ、お母さんとかお父さんとか沖縄の人とか言ったら湧くじゃん。わーって。嬉しいですよね。なんか、広島の人多分、広島の人絶対嬉しいと思う。松崎さん。広島にルーツあるんですか？広島はこの前も行ってきました、オフシーズン。なんか島なんですよ、船で行くみたいなのがめっちゃ堂々とあるんですよ。結構リフレッシュになるんですよ、都会綺麗なのに。あ、じゃあ沖縄とか結構いいです。自然が多いとこ好きです。富山とかベストなんですよ。富山いいね。めっちゃいいですね。富山みんな行ってほしいですよ。みんななんか両親のルーツとか辿ったら面白いかもしれない。面白そうですね。確かに僕出身とかも福岡じゃないですけど、愛知なんですよ。あ、そうなんだ。親の転勤で福岡に行っただけなんで。だって福岡の方言あんま喋ってないもんね。喋れないです。こいつ出さないですよ。喋る、こいつと喋る時とかは多分出ると思うんですけど、こいつが出さないのもあんまりです。あ、喋ってる人と喋ったら喋ってます。なんでレート出さないんだろうね。福岡の人じゃないっす。福岡の人じゃないから。中学校一緒ですけど、かぶってはないんで。かぶってですけど、ね。あ、中学校一緒だったの？西福岡で一緒なんですか？あ、かぶってる、かぶってない。いや、本当は一三なんですけど、こいつ3年生の時に引っ越してきたんで、転校してきたんで、かぶってないっす。あ、僕も弟と一緒にやってます。すごいつながりがあるんだね。つながるね、やっぱそういったの。田中さん、今日出ます？兄弟、兄がいるよ、二個上に。バスケしてるんですか？バスケ一緒だよ。高校で辞めた。高校も同じですか？高校違う。兄貴170センチぐらい、ちっちゃいね。母親が60センチぐらいで、父親が72、3センチで、僕だけ188っていう覚醒遺伝。すごいっすね。自分だけボーンってでかくて、何があったんだっていう感じ。え、伸びたのはいつですか？13からかな。80ぐらいありました。13の時170ないぐらい、69とか70とかで。それで伸びた方なんですか？で、卒業、中学卒業する時180あって、10センチ伸びたじゃん、1年間ぐらい。そうで、高1から高2までの間に188まで伸びて、あの辺の1年2年間で一気にバーンって伸びて、10何センチ伸びて、そう、20センチ近く伸びて、近く伸びて、すごい。だから久しぶりに会った人とか、てか久しぶりに会うと、こっちよかったのこうなってる。あ、そう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 、本当にそう、本当にそう。地元の友達も2番目ぐらいに大きかったんだけど、3番目ぐらいかな、一番大きくなっちゃった。まず一番自分がでかい。こっちの人がいないっすね。あんまいない。俺の母ちゃん青森県出身なんですよ。東北なんですよ。名前とかすごいですか？うん、すごい、すごいすごい。今もですか？あ、母親は普通に標準語喋るけど、青森とか行ったら青森の人たちの言葉がすごい、もう何言ってるか分かんない。何言ってるか本当に分かんない。本当に分かんない。聞き取れない。通訳してなって母親に何て言ってたみたいな。それ、そのレベル。青森も結構田舎の方だったから。で、青森とかやっぱ食事とか美味しい。東北ってやっぱ食がいいよね。東北なんかお酒美味しいイメージ。酒とか青森って大間とかってあるじゃん。マグロとか、あ、結構
海鮮とかめっちゃうまいし。遠くに雪やばそうだ。じゃあ車で行ってたんで、千葉から。え？車で行ってたんで。道中福島寄ったりとか、岩手寄ったりとかして、一泊とか二泊とかして。あの辺ちっちゃい頃めちゃくちゃ行ってた。都会っぽいです。めちゃくちゃ母親。青森県出身。え、お父さんが千葉。お父さん千葉。お父さんはずっと千葉。お母さん青森県出身。結構周りにいっぱいいて、意外と青森さ出てきてるのかなっていう偏見。